タートしました。ちょっとダッシュがつかないのがゴールドフューター、あとは固まっております。さあ注目の先行争いですが、真ん中の方から北天ホルダー、やはり予想通り行きました北天ホルダーです。12番のキクカグッドラックがすぐ外に並んで 3,4 コーナー中間にかかりました。やや離れてマンリーケープが3番手、赤い帽子のハッピージェイクが4番手におります。足毛の渡りの統計グランデイは現在5番手に続いて第4コーナーを回っていよいよ直線に入ってまいりました。ピンクの帽子はゴールドフューターが先に行っております。ロジータは真ん中からちょっと後ろの方におります。さあ大観衆の前にかかってまいりました。先頭は6番の北天ホルダー、鞍上は的場文雄です。今季すでに10勝を挙げております的場文雄、鞍上の北天ホルダーが先頭で大歓声に送られましてゴール板前に向かってまいりました。これを追って2番手は12番のキクカグッドラックです。並んだのが4番のハッピージェイク、ちょっとペースが落ちましたか。1番のマンリーケーフ4番手、5番手が14番ゴールドピューター、その後ろにロジータがおります。真ん中の方にはアミクオリティ、そして内に続いておりますのがこれが統計グランディ。第1コーナーカーブして2コーナーに向かいました。ゴールまで1400はすでに切っております。先行する北天ホルダーです。1馬身半遅れまして2番手にハッピージェイクが続いております。あと3番手は12番のキッカグッドラック、ゴールドフューターがこれに並んでまいりました。1番のマンリーケープは現在5番手、6番手が北天ホルダーとロジータ、統計グランデーとロジータ、統計グランデーとロジータは6番手争いであります。中段におります。後ろにはアミクオリティ、その後は3頭固まります。わずかに3番のマスコットドールが最内におります。その後ろの方には籠谷剛であります。さあ向こう上面直線コースの中央、後方には大化スペーサー、後方から2頭目が2番ミルユージ、現在最後方が9番の宣言スターです。再び第3コーナーに入ってまいりました。外回りコースの第3コーナー、北天ホルダーの先頭は変わりません。ゼッケン6番の北天ホルダーが先頭で3コーナーに再び入ってまいりました。2番手も4番のハッピージェイク変わらず、3番手が14番のゴールドピューターであります。4番手はちょっと後退のキッカグッドラック、外から上がっていったがぐーんと伸びたピンクの帽子ロジータ、現在重賞は4連勝中の牝馬のロジータが一気に行った。ピンクの帽子が一気に行きました。さあ4コーナーを回って直線に入った。北天ホルダー、ロジータ、ゴールドピューター3頭が並んでおります。ロジータが伸びるか、ロジータが伸びるか、牝馬のロジータが勝つか、懸命に頑張った北天ホルダー、北天ホルダー、ロジータ、ロジータが出た、ロジータが先頭に立ちました。200を切った、ロジータが先頭だ。2番手は懸命に北天ホルダー頑張っている。統計グランデーはまだ中段におります。外から1番のマンリーケープ、ロジータ先頭、ロジータ先頭、ロジータ先頭、ロジータゴールイン。